ノスタルジア TV。 本日もノスタルジア TV 始まりました。本日のテーマはこちら。この内容をまとめてみました。準備はいいかな？レディーゴー。ドーハの悲劇。1993年ロスタイムにイラクに同点弾を入れられ、ワールドカップ出場を逃す。ゴールキーパー松永重達、当時31歳、現在は横浜 F マリノスのゴールキーパーコーチ。ゴールキーパー前川和也、当時25歳、現在は FC バイエルン常石の監督。ディフェンダー大竹直人、当時25歳、現在は鹿児島ユナイテッド FC の監督。ディフェンダー勝谷俊信、当時32歳、現在はセレッソ大阪サッカースクールコーチ。ディフェンダー堀池匠、当時28歳、現在は順天堂大学サッカー部監督。ディフェンダー柱谷哲司、当時29歳、現在は花巻東高校サッカー部コーチ。ディフェンダー津波聡、当時32歳、現在はブリオベッカ浦安の監督。ディフェンダー井原正美、当時26歳、現在は柏レイソルのヘッドコーチ。ディフェンダー三浦康俊、当時28歳、現在は鈴鹿ポイントゲッターズの監督。ディフェンダー大野俊三、当時28歳、現在は鹿島ハイツスポーツプラザ支配人。ミッドフィルダー福田正博、当時27歳、現在はサッカー解説者として活動中。ミッドフィルダーラモス・ルイ、当時37歳、現在はサッカー評論家として活動中。ミッドフィルダー北澤剛、当時25歳、現在はサッカー解説者として活動中。ミッドフィルダー吉田光則、当時31歳、現在はサッカースクール経営。ミッドフィルダー森保はじめ、当時25歳、現在はワールドカップカタール大会日本代表監督。ミッドフィルダー川上正明、当時23歳、現在は清水エスパルスユースチーム監督。フォワード武田信弘、当時26歳、現在はサッカー解説者として活動中。フォワード三浦知良、当時26歳、現在も現役で活動中。フォワード長谷川健太、当時28歳、現在は名古屋グランパスエイト監督。フォワード黒崎久志、当時25歳、現在は中国リーグ指導など活動は多岐にわたる。フォワード中山雅史、当時26歳、現在はジュビロ磐田コーチ。フォワード高木拓也、当時26歳、現在は SC 相模原監督。本日はここまでです。次回もお楽しみに。チャンネル登録と動画へのいいね、よろしくお願いします。